今日の一,問一答ですね保険医療サービス分野介護技術という単元になります次の記述は正しいか誤りか答えよう問題医療部にスキントラブルのない療養者は医療部をドレッシング剤で覆わずに医療周囲を石鹸で洗うことも浴槽に入ることもできる医療部にスキントラブルのない療養者は医療部をドレッシング剤で覆わずに医療周囲を石鹸で洗うことも 浴槽に入ることもできるというふうにありますがこれはその通りで丸になりますでスキントラブルっていうのはまあ皮膚のトラブルということですから、まあ、皮膚の炎症とかそういったものですね。 そういうものがない色増設者の場合っていうのは、まあ、そのままの状態で浴槽に入ることができるということですねそれから石鹸で洗うことも問題ないということですねでその通りなんですけれどもまあスキントラブルがある場合っていうのはそのトラブルのある場所からですね、まあ、雑菌なんかが入ってくるということがありますから、まあ、それを防ぐためにドレッシング剤というものを使う場合があるわけですね、まあ、ドレッシング剤っていうのはラップみたいな感じですね そこに貼ったりとかぐるぐる巻いたりとかしてですねあの外のものが中に入ってこないようにこうカバーするわけですね。ですけれども普通の場合っていうのは胃ろう部からですね何か侵入するということはありませんから石鹸が体内に入ってくるとかですねあるいはお湯が入ってくるっていうことはありませんから、まあ、そのまま周囲をですね石鹸で洗うことは OK ですしそれからお風呂に入ることも OK ということですね。 でなんかこう入ってきそうなイメージあるかもしれませんけど、まあ、実際はですね、まあ、水圧よりかですね体圧ですね体の中の体圧の方が強いので、えー、入ってこないということですねになります。 まあ、肛門とかイメージしたら分かりますけどね、えー。肛門とか洗ってたって別に中に入ってくるってことはないですよね。なんか無理やり押し込もうとしない限りはないわけであって、お風呂に入ってたって、えー、肛門からなんかお湯が入ってくるなんてことはありませんよね。あれと同じイメージを持つと分、まあ、かりいいんじゃないかなというところですね。ですから、色の場合は、まあ、何もしなくてもですね、これは浴槽に浸かることは OK というふうになっておりますので、まあ、その点を押さえておくといいですね。 でそれからです、ね、まあ、この胃ろこの問題とは関係ないんですけど、あの入浴関係の問題で、まろ、あ、増設者というのは入浴問題ないというポイントが、出、ま、題、あのポイントとして一つあるわけですよね、まあ、それと同じで、ですね入浴関連のこととして、ですね浴槽がある人ですね、浴槽がある人っていうのは入浴 NG だみたいな引っかけ問題というのがよく出てくるんですけど、これも NG ですから、誤りですから、まあ、要は、浴槽がある人というのも入浴は問題ないということですね。 まあ、血行促進とか、清潔補助のためにも入浴は問題ないということで、えー、この2つのポイント、よく出てきますので、合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。ということで、今日の問題ですが、胃ろ部にスキントラブルのない療養者は、胃ろ部をドレッシング剤で覆わずに、胃ろ周囲を石鹸で洗うことも、浴槽に入ることもできるというふうにありますが、これはその通りで丸ということになります。今日の一問一答の解説は以上です。